在イスタンブールサウジアラビア王国総領事館は、トルコ最大の都市イスタンブールに設置されている、サウジアラビアの総領事館である。このクラルミリアンペアアワー、36キャド、アカシアルソク、ノー、ロク、レベント、ベシークタッシュ、エスタンブル2018年10月2日、サウジアラビアのジャーナリストであったジャマール・ハーショフジーが、同総領事館への訪問を最後に消息を絶った。 トルコ当局によるハーショグジー氏失踪事件の捜査が続く中、10月16日、事件への関与が疑われていたムハンマドビン・イブラーヒーム・ビン・アーミル・アルータイ B、総領事が民間機に登場してサウジアラビアに帰国する。10月20日、サウジアラビア政府がハーショグジー氏が総領事館内で発生した激しい喧嘩の末死亡したと発表。11月15日、 サウジアラビア検察がカショギさんの遺体はサウジアラビア総領事館の中でバラバラにされた後運び出されたと発表したことによりハーショグジーが失踪ではなく殺害されていたことが公然の事実となった。ハーショグジー殺害事件を受けて11月21日ドナルド・トランプ米大統領はアメリカファーストと題した声明を発出し本件をもって ムハンマド王大使らサウジアラビアの政権担当者に対する球団の材料として米、サウジ関係を悪化させることを望まないとの見解を改陳したが、このトランプ大統領の現実主義的な外交政策は合衆国内で様々な反発を引き起こした。ありがとうございます。